リンパ脈管筋腫症、リンファンジオライメノトースス HE、写真リンパ、脈管筋腫症とは、主に30歳前後の妊娠可能な年齢の女性に、発症し、ラム細胞が、肺や、重核のリンパ節で増殖し病変を形成する、疾患。厚生労働省の特定疾患。平らな目筋細胞様形態を示す、ラム細胞が、肺や、重核、またあと腹膜や、 骨盤空のリンパ節で慢性的に増殖を認める。ラム細胞からは、第9染色体の TSC1 と第16染色体の TSC2 という2種類のがん抑制遺伝子の異常が認められている。30歳前後の妊娠可能な年齢の女性が、気境、呼吸困難、血痰等で初発症状を停止、CT や血液の精査にて診断される場合が多い。 気境は繰り返すことが特徴。CT 画像では小さな脳法が肺全体に見られる。血節性硬化症に合併する症例も多く、臨床的には以下のように分類されて扱われる。慢性的に肺の破壊を停止、時に乳尾胸となり、肺機能が低下して呼吸不全となっていく。また、臨床的に人血管筋脂肪腫や、 五腹膜空腫瘍を合併している頻度も高い。リンパ脈管筋腫小胸拡大増。ラム細胞の増殖が観察される。組織的に、ラム細胞と呼ばれるつむ型細胞と核で、細胞内が抗酸性を示すものが確認される。ラム細胞は、高 HMB-45 抗体や、高 α 平滑筋やクチン抗体染色で陽性を示す。 現在でも確立した治療法はなく、肺病変の進行例では、肺移植の対象疾患である。薬物療法として、ヒラなメスジ細胞増殖抑制効果がある、免疫抑制剤のシロリムスの投与によって、進行の抑制が報告されてきている。2014年シロリムス製剤である、ラパリムスの製造が承認された。ありがとうございます。